はい、えー、今回の動画なんですけども、前回私が挙げましたね、えー、公明党の議員さんと、それから、あれですね、自民党の議員さんが、夜ね、えー、銀座のクラブに出かけて行って怒られて、まあ離党したりね、辞職したみたいなことがありましたけども、それについて私の感想をざっと語ったところ、そこについたコメントを今回ね、読ませ,させていただきます。 え私はね、動画で語っていたのは、もう自民党に投票すんなよっていう形だったんですけども、それに対してですね、ここにえコメントがあります。納得です。おっしゃる通りです。そこでお尋ねしたいのですが、次の衆院選で自民党を追い落とすことを一点に考えれば、どの政党に投票するのが効果的でしょうかはっきり言ってこれね、 うん。あの、野党の問題ですけども、野党の皆さん、圧倒的に力があるところはないんですよ。横一線でどれもしょうもないんですよ。でもね、やっぱり私は、まずは立憲民主党に投票することだと思いますよ。立憲民主党に一点集中すれば、あの、少なくともね、立憲民主党の枝野さんは、私個人的には好きではないんですけども、その、やっぱりね、与党にならなければ何もできないってことをもう強く感じてる、 ところだと思うんですよ。政権を一回取って、そこからね、政権を失ったわけですから、特にそう思ってると思います。まあそういう意味でね、私たちは、出来上がった政党に期待するんじゃなくって、あの、発展途上の政党を国民と一緒に育てるんだって気持ちでやった方がいいと思いますよね。で、自民党っていうのは出来上がっちゃってるんで、もう完全にこっからね、崩壊するしかないような政党なんですよ。 出来上がっちゃってるんで。で、国民も自民党みたいなあ出来上がったところに期待して自分たちの投票権っていうのをね、放棄したんですよね。で、自分たちが選挙もしくは政治に参加することをやめてしまったんで、自民党の思うがままになっちゃったんですよ。で、ある意味それは公明党も一緒ですよ。公明党も、要するに与党としてね、君臨したいがゆえに、 自民党の二軍になることを自分で望んだんですよ。要するに、公明党ってものを商品にして、野党に入ってしまった挙句、あ、与党に入ってしまった挙句ね。あの、二足三文で買い叩かれたっていう現象なんですよ。まあだからね、公明党さんは独立した政権として与党を取りに行ってもいいと思いますよ、もう。自民党の力なんで借りなくてもいいでしょ。っていうところで私は立憲民主党は特に好きってわけではありません。どちらかというと、令和新選組とか N 国党なんか個人的には、私の心にはね、寄り添ってくれてるんですけども、でも、今の時点では、 ああ、このね、まだ、うん何と言いますかね、立憲民主党の方が、まだね、えー、いけるんじゃないかなと思います。特に悔しい思いをしながら、この8年間過ごしてますんで、えー、今度はね、私たち国民の声を真摯に聞いてくれる姿勢はあるんじゃないかなと思います。もしそれがなければ、まあ、またその時にね、えー、立憲民主党は永遠にさようならすればいい話だと思いますよ。うん。 まあこれはね、どの政党っていうのは本当に悩むんですけど国民民主党の方がもしかしたらいいかもしれませんけども、残念ながら、国民民主党では、あちょっとね、政権持っても、単独政党では回せないですね。ええー、あの、人数も足りないですね。ちょっとこれはひどいことになっちゃいますね。ええー、あの、数も揃ってないっていう感じなんで、今はね、人材じゃなくてもいいんで、人員がいるところ、おそらく立憲民主党の一択になるわけですよ。結局人数がいないところっていうのは、できませんから。 ね、あの、一人で船は運転できませんからね。はい、ありがとうございます。次、チョイマンさん。自民党がダメなら公明党公明党がダメなら何党って、まともなのがいないので、これからの選挙は国民が投票に参りますね。え、ですから、自分が投票した政党に国民自身が責任を持てばいいんですよ。だ自分が、その政権にね、どれだけ寄与できるかってことだと思うんですよ。 だから自民党を選んだ人も自民党を選んでない人も結局は言うこと聞かないわけですよ。今回の緊急事態宣言でももうほとんどの人がもうまともに言うこと聞いてないですよね。で、はっきり言って真面目に自粛生活を送ってる人だけが貧乏口を引いている状態なんですよ。で、こんな茶番早くやめてですね。もう適当に元の暮らしに戻ればいいんですよ。だってだ自民党が一番守ってないじゃないですか。ね。あの国民に要請を出す自民党が夜キャバクラに行ってるわけでしょ。終わってますよね。<laughs> はい。大熊さん。 マジこれで自民党に票入れるなら、その理由からまず聞きたいと思ってしまう。ならどこやと言われたら私は共産党しか今見当たらな、ね、い。あのね、共産党もいいですよね。あの共産党ってね、透明がね、なんかあんまり良くないんですけども、でもやってることとか言ってることは本当に素晴らしいと思いますよ。 あの、小池代表も、すごいいいこと言いますし、私ね、山添拓さんとか好きなんですよね。ああいうふうな頭のきく若手がいる政党ってのは、これからね、本当に応援したいと思いますよね。あの、立憲民主党の小川淳也さんともこの前 YouTube で対談されてましたけども、このね、あの、縦割り行政を打破するみたいなねこと言ってますけども、その、野党間での風通しのいいところも好きですよね。 ま、入ってる政党は違っても、向かってる方向は一緒みたいなところだと思いますけども。はい。ありがとうございます。旅人さん、どうもどうも。えー、自民議員三人衆、嘘ついたのは情けない、いただけない、処分もゆるゆる、うーね、傷者同士。<laughs> そうですね。これね、結局ね、自民党ってお互いでかばい合っちゃってるんですよ。だから何をやっても、お互いに許し合っちゃってるところなんで、ほんと今回もね、あの、議員辞職してますけども、どうせすぐ復活しますよ、これ。で、自民党の議員に至っては、離党してるだけでしょ。 まさに、党に迷惑をかけてすみませんでしたって言うけど、国民は無視してるわけですよ。本当にひどい話だと思いますね。で、カズさん。えー、久保さんこんにちは。公明党も自民党、野党も国民の方など向いていないと。選挙の時どこに投票すればいいか。どこでもない。ではなくて、やっぱり私もね、思うんですけども、あの、どの政党と自分が一体化するのかっていうふうな国民が腹くくれてないんで、で、政党も腹くくってくんないですよね。国民のためになんてやってくんないですよ。だって国民がついてこないわけですから、うん、だからもうも、 俺たち勝手にやれよみたいになっちゃいますよ。だそれはね、ある意味ね、あの、野党も与党も国民のその、なんていうんですか、感情を映してると思った方がいいと思うんですね、私は。うん、だから、私は、あの、N 国党とかね、令和新選組さん好きなんで、やっぱりね、アプローチ取ったりとか、その気持ちに沿うような行動を取りますよ。うん、で、立憲民主党さんはどっち向いてるのかはっきりわかんないんで、あんまり好きじゃないんですけどもね、<laughs> 何やってるのかわかんない。この前も党首討論、党首会談か、あなんかやってましたけどね。 <laughs> 本当に時間の無駄だったんで見なきゃよかったと思いましたね <laughs>。ひどいこと言ってますけどすいません、えー。ゆうきさん。公明党は選挙を見て早い決断をしました。自民党はどうしますかねと。菅総理は判断がなしで終わりです。菅総理は2月3日に緊急宣言を伸ばす決断をする2日に議決すると。国民に一時給付は一切出しませんです。えー、話になりませんが、菅生きている限り国民は地獄です。菅総理どうなんですかね菅総理はね、やっぱりね、 あの、いろんな党内のことをまとめながら、言いたくもないことを言わなくちゃいけないのかなっていうところでしょうね。まあそういう意味で言うと、国民に寄り添ってというよりも、党に寄り添ってますんで、ちょっと悔しいところはありますけども、ただね、やっぱり私が思うのは、菅総理は総理っていう権利を持ってるんで、権力をね。国民の声を最大限聞ける立場にはいるんですよ。で、国民の声を反映させるために、あの地位は持っておきたいっていう、そう,いう板挟みになってる状態ではないかなと思うんですけどもね。 ちょっとお人ですかね私の方が、ねえー、次、自民党、公明党には長い間騙されたっていうしかないと。あと5年後までに消費税19%するということだけでも制限にはうんざりです。まあ、消費税19%はね、まあ、ありえない話じゃないと思うんですけども、うーん、まあ、どうなんだろうね。うーん、まあ、早く。 ね、なんかこう、自民党は終わってもらった方がいいですよね。は <laughs> い、えー。えプリマさん、100代目総理は山本太郎さんっていかないですかね大きく日本が変わる解散総選挙になると思いますが、山本太郎さんに関しましては、山本太郎さんを支持する人が、ちょっとね、活動してないっていう現実あると思いますよ。 山本太郎さんが総理になればいいのにと思っても、じゃあ自分たちが、その令和新選組の脇を固めるために何をやってるかっていうと、山本太郎さんならいいかなと思うだけで、じゃあ実際は、あのー、山本太郎さんを応援する活動とかね、擁護する活動っていうのはほとんどしてないっていう、その、たりき本願が山本太郎さんに集まったってことなんじゃないかなと思うんですよ。うん、やっぱりね、あのー、それは山本太郎さんを応援するためのポスター貼りに行くとかね、えー、近所の人に言うとかね、 少なくとも自分の家の前に、あ、えー、のー、まあ、選挙のポスター貼るぐらいはいいんじゃないですかね。T シャツ買ってみたりとか。まあ、あのー、ポスティングとかは誰でもできるんで、ポスティングやったりとか、それから全国回ってらっしゃるんで、そこでスタッフをね、ボランティアスタッフを買って出るとか、ちょっとね、少ないんじゃないかと思いますよ、そういう人が。う だから、山本太郎さんになってほしいなと私も思うんですけども、うん、思ってる人ほどあんまりやってないっていうね。じゃあ、お前はどうなんだって言われちゃいますけど私は YouTube を通じて山本太郎さんをもう用意してるんで、ちょっとその辺で勘弁してくださいって話になりますけど、結構山本太郎さんの本買ったりね、演説行ったりとかね、ボランティアスタッフももう登録してるんですよ。 うん、だから私の街でやるときは私が先頭立って応援やろうと思いますけどね、スタッフをね。任してください。次、竹原さん。公明党には本当に裏切られました。自民党と一緒に沈没してください。本当ですよね。学術会も宣言中なのに。 え、学会員も宣言中なのに、会食だとかしています。知人の学会員に8時降の食事に誘われました。今回は公明党には信頼できる要素はありません。久保さんのおっしゃるように、立憲の小川淳也議員は熱量が半端なく、理路整然と答弁される。山本太郎さんはもう今更ではないのですが、腐り切った政治に切り込んでほしい。もう年を取り、今の国民感情や古臭い考えの議員には引退して、 いただきたい。このコロナ禍でいかに若くやる気に満ちた議員さんがいることを知ることができました。事故を合わせて次の選挙では思い知ることができるでしょう。たけるさん、本当ですよね。私もそういうふうに思うんですよ。もうね、私たちで、この議員さんいいよって人をね、チョイスして、どん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 知らしめていきましょう。やっぱりね、テレビメディアっていうのは、レ舫さんみたいに、なんかね、人をいじめたりとかね、論破するような場面しか切り取らないんですよ。で、私たちは、もっともっとね、 あの、目立たないんだけども、しっかりとやってくださってる方、知ってるわけですから、そういう方を注目させるようになんかね、活動していきましょう。空豆さん、みんなで選んだ政治家はすぐ辞める。バカみたい。なら、安倍も辞めてほしい。辞めちゃったんですね。働ける場所がいない人がたくさんいる中、お金を持っているから、辞めても生活に困らない政治家。なんか悲しい世の中。その悲しい世の中を私たちの力でね、変えていきましょう。えー、カオルさん。 私も次は自民党には絶対票はいりません。国民を救う気がない議員はいらないです。自らやめてほしいぐらいです。本当ですよね。私はね、電話で苦情を入れてますよ。この野郎みたいなね。は <laughs> い、えー。え、桃之助さん。辞任しなきゃ国民はともかく、信者たちが本人及びその家族、親族に何されるか分かりませんかと。本当、あのね、この人自身よりも、議員さん自身よりも、その家族の方が肩身狭めを思いしますよね。お子さんいらっしゃったら学校でいじめられると思いますよ。キリストエスラム、うん、仏。 と、いろいろな宗教ありますけども、信徒たちは基本同じです。宗教を信じる神様が一番上で、その下に現世の組織や法律って位置づけ、だからこそ拘束力と他組織に比べ格段に強いのですが、逆にその神様に逆らう敵になると、その制裁は外部にもやる時よりも苛烈になると。 おありがとうございます。長い文章書いてくださってますね。しっかり読んでますからね。えー、次。辞職しても退職金出ますし、甘くり。えー、本当ですよ。これね、ボロ出ますよね。ラビットさんもいつもありがとうございます。えく、ー、桜さん、そうなんですよ。なんですかね。辞めて済む問題ではない。ふざけるないんですよね。金返すって話ですよね。議員歳費。えー、おじさんどうもありがとうございます。あれ銀座クラブに行ったコメントの議員さん辞職しましたけど、議員さん、自民党の議員さん辞職しましたっけしてないんですよ。離党しただけなんですよ。ダメですよね。平瀬さん。 悪党が高い給料をもらってるのに辞めるわけない。欲が高いから、辞めたり行くとこない。辞めたり行くとこないですよね、こんな人ね。自民党だから、なんか、ね、助けてもらってるぐらいのもんですよね。はい。えー、っと、ひろこさん、こんにちは。公明党は自民党と連立を組まなくてもいいんじゃないですか。ほんとそう思いますよ。政治のことはまだまだわからないことばかりで、えー、久保さんの YouTube 拝見して勉強してます。えー、今日し、今日し、えー、っと、今日。 恐縮ですすいません。九州の福岡だったかな街だったらすいません。選挙で自民党が惨敗だったりですね、6議席なくして街頭演説した市民からかなり厳しい声が上がったみたいです。国民は馬鹿じゃありません。はい。えっ、ー、と、九州福岡の6区、8区だったかなあの、なんかね、令和新選組の久蔵さんっていう方が、確か麻生さんと同じ選挙区で出ていましたね。麻生さん負けてほしいですね。私はね、直球で。 はい。えー、松田さん。あ、松田さんありがとうございます。議員のしたことはコロナである今、いいことではない。けど、それで仕事を失うのはどうなのと思います。犯罪行為をしたわけでもなく、こういうことが一回あるだけで仕事がなくなってしまうのは怖いなと思います。あの、犯罪もしてるんですよ。で、立憲を恐れるために、これ今こういうふうな処分をしてね、ケに巻いてるんですよね。ちょっとね、その犯罪がね、まだ裁判になったり有罪になってないってことがちょっと残念なんですけども、ただやっぱりこの、おこの議員さんっていうのは、 言ったことに責任を持つ行動がいわゆるね職位を結びつけてるわけなんであの、当主が言ったことの言うことを聞けない人っていうのは、まあ、会社クビになってもしょうがないかなと思うんですよ私はねまあ、ですんで議員辞職は当たり前だと思いますけどもただ辞職されてないんですよねあでもこの何ですかね遠山さんは辞職してもあの中間団体とか独立行政法人に天下りするんで職業は全く問題ないです そして影響力はこれからも持ち続けると思いますんで、まあ、あの、まあ、同情に値しないかなというところと、あと、同情するとしたらね、これはね、裏切られた国民の方だと思いますよ。それから、この人を応援して投票した公明党の、何ですかね、支持者の方、ね、総学会の方は、非常に恥ずかしい思いしてると思うんですよ。公明党に一票お願いしますとか言って、友人、知人、近所の人に電話かけまくったりしたわけじゃないですか。 で、その後に、あんなことしてるじゃん、この人って言われて、その人の肩身の狭い思いを考えたらね。うん、やっぱりこの議員辞職っていうのは、まあ、この松田さんが言われてるように、ちょっとやりすぎじゃないかなっていう面も本当にあるんですけども、ただ、政治家は、やりすぎぐらいがちょうどよくって、あまりにもやらなすぎなんでね。うん。ちょっと反省することを反省して、ネットで不特定多数が高くことは、議員にも家族がいる生活がある。そうこれね、本当その通りなんですよ。 だから、議員さんは、真っ当にやらないといけないんですよ。だって、議員さんね、この遠山さんって自分の家族がいるわけですよ。生活があるんですよ。なのにこういうことをやるってことは、もうね、家族のことを考えてないんですよ。自分の行動が、どれほど多くの人に迷惑かけるか、どれほどネットで不特定多数に叩かれるかってことを、もう前提として行動しないといけないところに、これ別に30年前の話じゃなくて、何かあれば自粛警察が出るのが当たり前の世の中ですからね。うん、だから、 あの、議員さんは権力を持ってるんで、権力者っていうのは叩かれるわけなんですよ。これが一般市民が叩かれたのと違いますからね。島村で土下座された人っていうのは一般市民ですからね。だからそこは大きく違うんで、ここはね、やっぱりね、権力者はいつでも叩かれる覚悟がないとなれないっていうことが前提ですからね。 だから、叩く人は叩く人で、そんなことしなくてもいいのにっていうそれはね、別の議論でやんなくちゃいけないんですけども、うん、でもね、まあ、遠山さんじゃない、あの、松田さん本当にこういうお気持ち大事ですよ。本当に。ありがとうございます。私もね、あの、叩きすぎてるところがあると思いますんで、本当にね。一般の人でも失敗、これはね、本当に、一般の人は、権力者とは違うんですよ。うん。だから一般の人でも失敗したとき再チャレンジできるような世の中になってほしい。これは本当にそうですよね。で、これは、この枠組みを、 作ってくれてないんですよ。まだ、権力者が。失敗したら終わりになってるんですよ。で、権力者は失敗しても次があるんですよ。だから、大いに国民から見ると、不平等だなと思うんじゃないかなと思いますよね。えー、議員にも同じことかなと思います。えっ、ー、と、このね、議員さんは大丈夫です。あんま下り先はきちんとありますんでね。で、退職金もしっかり出ますんで、大丈夫です。<laughs> 心配してくださってありがとうございます。 <laughs> はる、い、じ、えー、さんあ、身内には激甘なのに国民には激辛、選挙が楽しみです。えー、議員辞職は火消しかもしれませんが、当然自民党も見習ってほしいですね。ということで自民党の皆さんは辞めないんでしょうかね。やっぱりね。いやー、なんかね、すっきりしないところがありますけども、私もね、ついつい言い過ぎるところがありますけども、本当にね、議員の皆さんにはまともな仕事をしてるんだったらまともな、あの、職位があっていいと思うんですよ。ただやっぱりね、 多くの人を裏切る。家族を裏切る。国民を裏切る。そして自分が失職する。何もいいことないんで、やっぱりね、キャバクラが好きなら好きでいいんですけども、こういう時期に行くのはやめといた方がいいんじゃないかなと思いますよね。だって夜も昼も外出するなって言うわけでしょ <laughs> お前だけ何やってんだよとかね。キャバクラのお姉ちゃんとの約束があったのかもしれませんけども、 うん。まあ、なんでし、なんでしょうね。奥さんと飲めよって話ですよ。本当に、<laughs> 女性の気持ちにすればね。<laughs> はい。では、すみません。私もね、いろいろと言い過ぎたかもしれません。お疲れ様です。